北方七年戦争とは北欧を中心としたデンマーク、スウェーデンの戦争である。1563年から1570年まで続いたので北方七年戦争、あるいはスカンディナビア七年戦争と呼ばれている。同時期に行われていたリボニア戦争とは間接的に関わりを持ち、戦後、スウェーデンがデンマークからの干渉を根絶し、 リボニア地域において影響力を拡大する端緒となった。デンマークは1523年にスウェーデンが独立し、カルマル同盟が崩壊して以降、スウェーデンの兄弟化を脅威とみなし、注視してきた。スキあらば、再びスウェーデンを征服としようと目論んでいた。そして1558年、バルト地方でリボニア戦争が勃発するのである。スウェーデンは、 この戦争に参戦した。デンマーク王フレゼリク2世は1563年にこの感撃を塗ってスウェーデンに宣戦線復告した。スウェーデンはフィンランドを通してバルト地方に影響力を及ぼそうとしていた。そして当時デンマーク領であったエストニアに侵攻するのである。フレゼリク2世はエストランドにも兵を向けたが主要な戦場はスカンディナビア半島であった。 当時デンマーク領であったスコーネや従属国ノルウェーからスウェーデン侵攻を開始した。デンマークとスウェーデンはバルト海沿岸の領土をめぐっても争っており、1562年にスウェーデン王エリク14世はナルバを獲得するためにフィンランド湾を封鎖した。この封鎖はこの地域に権益を持っていたデンマークやリューベックとの紛争を引き起こす結果となり、フレゼリク2世による 強行策へと至ることとなった。スウェーデンはリボニア戦争で手一杯なのと、スウェーデンをエリク14世の精神異常など、デンマークにとって有利な状況であった。しかし、1563年、バルト海南部のボーンホルム海峡の海戦で、フィンランド人帝特のクラウスホルンをして、敗北を喫し,し、戦争は膠着状態に陥った。 当時のデンマークは国力に余裕があり、スウェーデンとの戦争は決して苦ではなかった。しかしスウェーデンは、エリク14世から王位を散脱した、ヨハン3世の下で戦争を引き継ぎ、必死にしのいだ。特にスコーネでは、激しい死闘が繰り広げられていた。戦況は、陸戦ではデンマーク、海戦ではスウェーデンが優位を勝ち得ていたものの、一進一退の情勢が続き、その間に、 両国の国内情勢は悪化した。デンマークでは、フレゼリク2世は、貴族や市民から孤立させられ、スウェーデンでは、エリク14世による貴族に対する、激しい弾圧から、フィンランド港ヨハンの反乱と国王の範囲に行き着くこととなった。結局、両者一歩も引かず、曖昧な形で休戦となった。両国の国境線に変動はなかったが、しかしデンマークは、 エストランドの再戦領は叶わず、スウェーデンが領有を果たした。戦争終結時、デンマークは、サーレマー島及びクールラントにある、四教区を保持していたが、間もなくこの地域を、ポーランドリトアニア共和国に譲渡することとなる。1570年に、フレゼリク2世とヨハン3世の使者が、ポンメルンのシュテッティンで、シュテッティンの和訳を結び、戦争は終結した。 スウェーデンはデンマークへ非占領地の返還賠償金を支払う代わりにデンマークからの多い請求権を放棄させた。この戦争が終了するとスウェーデンはリボニア戦争に復帰した。しかしこの戦争は両国の国力を圧迫し相互間での関係悪化を招く結果となり後年まで悪影響を残すこととなった。ありがとうございます。